12月8日の宇野塾通信をお送りしています。今日は昨日に引き続き習近平のバイデンとの会議ですね。習近平とバイデンとの話し合いは行き時を告げない。2人の首脳は危険な緊張感について話し合ったが氷河期が迫るというですね。早速中に入っていきますね。このビデオ会議は従来の米中のサミットとは全く違うものだった。こうした内容は役員たちが何ヶ月も先立って議論してきていて、トップ同士だけが決めることができるような微妙な情報、約束、取引についてだった。その多くは差し迫った両国の関係の状態についてであり、結論を求めない会議は穏やかな打開策を求めている。このオンラインの会議は習近平がコロナが始まってからは海外に出向いたり外国の要人に会ったりしないからだ。9月の初めに習近平はバイデンとの電話会議を始めるにあたってひどくイライラしていたとその会議の内容を説明する人が言っている。その話の中で習近平は事前にしっかりと予行演習をし公に役人に対して同じ議論を行ったが、すなわちその内容はアメリカが中国の勃興を封じ込めようとしていて今日のすべての緊張を批判することについてだ。その議論の後半部分はトランプは悪い指導者だったがバイデンは同じかもっと悪く、その理由はより同僚をわきまえた政治家として彼がもっとよく状況を知るべきだということだったということだからだということだからだ。もっと気配りをした合図は10月6日に中国によってもたらされたのだが、サリバンと習近平の外交での側近のヤン・チエチですね、楊潔チですか、楊潔チとスイスで会った時だ。西側諸国と中国との情報筋によると楊潔チの説明は中国は2022年においては波角を立てない外部の環境を求めていて、2022年においては波角を立てない外部の環境を求めていて、2月の北京東京オリンピックと習近平が3期の主席に就任する予定の年末の党大会の事業が混乱することを避けたいということだと。この信頼関係のない時期にバイデンと習近平は唯一米中の役人同士が自主的な話し合いを持つことができる。唯一彼らのビデオでの会話はないよりマシだが、心配になるほど制約されていた。持続可能な共存関係の話になると双方は大きく食い違っている。バイデンが言うには米中は堅調した競争関係に釘付けになり、それはお互いに責任を持って管理さなければならないということですね、言ったわけ。中国の役人たちはそのことをあまりに後ろ向きだという。彼らは相互の尊敬と相互の利益に基づいた関係の話をしたい。このことを実現しようとしている原主義者のアメリカの規則は中国の独占主義者の国家統制主義のやり方に配慮するしかない。で、中国の世界平和への計画、アメリカが中国に反抗することをやめることだ。バイデンは中国において彼の前任者よりもより原始的な大統領として紹介されている。残念なことに学者や国営メディアは彼がアメリカの失敗を認める話をするものと考えている。アメリカの失敗を認める話を彼がすると考えている。中国の言い分としてアメリカのインフレはトランプが課した貿易関税に起因していると言っているわけだ。ただインフレは最近の話で課税は3年前なんだが、中国のアナリストはもう一つの複雑な問題を攻めていて、それはサプライチェーンの混乱で単純な原因だ。すなわち企業にその工場を中国から出ていかせるということだ。アメリカの経済は現在良くなる見込みのない状況なので、これ括弧してるのはそういうこと、ちょっと違うからね。
よくなる中国側の意見だから、よく今いいでしょう、よくなる見込みのない状況なので、バイデン政権は国内の政治的な立場を改善するために中国との関係を緩和する必要があると、北京大学のアメリカ研究センターの理事であるワンヨン、どういう字か分かんないので、まあ、こうやってワンヨンが言っている。ワンは加えて、アメリカは中国人の若者の気持ちを掴んでいない、彼らは新疆のイスラム人や香港の民主主義者への懸念を証明したときに西側諸国が政治だという幻想を諦めている。だからその香港とかイスラム人の弾圧については、中国の若者はですね、批判的じゃないという意味ですね。中国の指導者は依然として西側諸国からの投資と技術を期待しているのだが、西側諸国は衰退に向かっていて、西側の基準や考え方が切り離そうと考えている。一つのビデオ会議では、危機にある関係を修復し始めることはできない。11月の中旬に北京に日差しをもたらすことがしばしばあるかもしれないが、長くは続かない。中国の古代の十二季節の暦では、凍りつく時期を小寒と言い、その後に大寒が来る。アメリカとの関係は氷河期に似ているということですね。で、これで今回終わりですけど、で、要するに中国側からの考え方ですけども、結局全く、いや、会って話をすることはそれなりに価値あるんですけども、すべての課題について意見が一致しないということですね。ここでは気象変動のことは言ってませんけれども、経済もあまり言ってませんけど、まあ、要するに話をしても結論が出ないと。だから前のところにこういう話をしましたよね。どこでしたっけ。結論を求めない会議は穏やかな打開策を求めている。そういうことですよね。